戦でしたが57点取りましたが、さあその中で今日のスティーラーズの注目選手どうでしょうか。まずは中央に蹴り込んできました。ここにまず岩下がいて縦に入ってきました。アドバンテージです。上が鳴る、行きました。そのまま行きます。アーディー・サベアが持ってさらにつないでコストリーから大きなゲインで今村高で、さあ相手ボール取りました。そして近場にサイド持ってきます。ブロックはアチアとシンクル肝臓、若い2人で組んでいます。グレイソンからフラットに持っていって鶴谷がここ当たります。李承信が引き倒してダメですか。ペナルティーがありました。日和佐のチャージ、ハーフに対してのプレッシャーです。ボール上、ボール上してますね。これでターンオーバーですね。ターンオーバー、チョーク素晴らしい。アーディー・サベア、この人を見に来たというファンも多いと思います。先週のセンセーショナルな非常にハイボールキャッチうまいですね、多分岩村君がますか、ね、オフロード決まったアーディー・サベア、これはスローフォワードないか、プレーオンでスタンドオーバー。一旦フォワードを呼びました。後ろからプッシュ、立ち上がり20分になるところです。ここまで2本取ったのが、ここで岩村が出してきました。サベアが来た。うわ、サベア激しいにかかります。プッシュ、なんとかレモポがダメですか。オフサイドだったようです。タップからです。アーディー・サベア VS ヘボポ、ここは見応えある。そしてスティンカップ、アーディー・サベアが、ただちょっとスクラムはダイナワーズが今入れません。岩下、サベアのところに当たります。サベアその前です。と見ていきましょう。今後ろでロングスロー、アーディー・サベア打ち返し、外して山下楽平からリトルです。リトルが踏ん張った。これ次でしとめてカーティスローラー、クイックボール出せるか。ボールはどこにある。まだキープか。これアーディーも言ってましたが、その上からガン持ってきました。いや、お見事でしたね、今のアタックは。エモポ、これ吉田今日は捕まった後、カーティス・ロナ、アーディー・サベアがっちり捕まえた。スルー、アーディー・サベア7番投手、これ置いた、ボール置いた、がっちりロックしますね、これ。だからまあ今みたいな捕まり方をすると、早く膝をついてこうタックラーの赤の勝ちです。アーディです。内側、さらに外に向かっていきます。1本、どっちが取るか結構大きいですよね。ロングスロー、アーディさんは今日2回目、これ自立20番でした。そうなんですけども、その時間さえ作らない。おお、フロードまた決まりました。アーディが来た、アーディが来た、倒れない、倒れない、ロングパス。今村コータがさばいてバイフ、両サイドに持っていきます。やっぱスクラムをしてますよね、今回ね。試合通していいですよね。そしてアーディー・サベアです。かわして、ポイントを少し遠いところに持っていきました。これまたカウンターで左足でキックです。ティモシー、裏だれ。フォワード周りでプレッシャーを受けてるってことですね。そうですね。今岩村君、柔らかいボールが後ろ、なんとかするやです。まっすぐいった。いや、またこれもなんとか離しています。